はい、どうもこんにちは、会長です。今回はですね、キリアス貫通シーズンで、ガンナーとしてまだ巻いてたよっていうキャラを今回3体紹介していきたいと思います。上位帯走ってて、このガンナーが多くて、割と僕キリト使っててきつかったなとか、特にアスナの連撃2枚とかによく対応できてたキャラたちをね、今回紹介していきます。で、最初が13で、13は多分ね、なんとなくわかると思うんですけど、カウンターを1枚詰めるっていうところと、あとは、ヒーロースキルで貫通をね、防げるんで、そこが結構、強いかなって思います。あら。ナイスナイスナイス。これはシーソー触っちゃおっかな。ナイスナイスナイス、ありがとう。本当は HS 使って攻めるところも見せなかったけど、ちょっと味方がうまかったね、これは。うまい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 。オッケー、止めてやって触ってもろてノガド張ってバーゲン、イエーガー張ったから一回下がって、可能に見られてんだよな。 HA 咲く、これで HA 多分食らうのかな。おっと危ね。おっと、あれなんだそれは。なんか高等テクニックもらった、高等テクニックもらった爆笑構えて爆笑しないっていうのになんかすごいな。いや、これノガード張って貫通もらうから一旦引きたいね。で、連撃、多分連撃もらうね。オッケー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 じゃないけどオッケー。いや、これイエーガーキャンセルされてるからちょっとしんどそう。連撃2枚入ってるからちょっと頑張ってほしいな。キリトがいるのはめちゃめちゃちょうどいいっすね。わかりやすいとは思うんですけど、 HS 溜まってる状態だったら2枚まで避けれるんで、ほぼ死なないっていう感じかな。これちょっとタイマン側やばそうなんで攻めますか。ナイス。うまい。これ触るか、一緒に反対側で一緒に触って、キリトそっち行った。で、僕死にますか。バーゲンあるからワンチャン耐えないかな。無理かー。で、2枚目も上がらん。死にたい、死んじゃう。よいしょ、飛ばす、いけんちゃう。ほら、くれ。あーナイスナイスナイス。イメージはそんな感じ。バーゲンと HS で貫通いなしてみたいな。自分に2枚履けば味方が結構楽になるから、固定でも野良でもね、だいぶ多分楽だと思うんですよね。今みたいに僕にレンジウララ履いたらソルが生き生きできるとかあるんで、ちょっとね、試合に集中しすぎてちょっと楽しんじゃってたんですけど、最近コンパス楽しいね、マジで。はい、2戦目は一坂でございます。一坂もかなり優秀かな。カウンター集めるっていうのと、あと高い体力とテンプレがミーミー採用っていうところもあるんで、そこで結構ね、なんとかなるんですよね。で、味方がキリアスだった場合も、勝手に味方が突っ込んじゃっても、後ろタイマン勝てるんで、だいぶいい。集団戦がちょっと弱いのと、キツネに対してしんどいんで、そこだけなんですけど、あとキララとかいないか、さすがに。キツネはちょっといたけど、キララはさすがにいなかったんで。あえてキツネ来たら、しんどかったけど、もうシーズン終わったんでこれ以上来ることはないかな。ダカはさすがにつけとこうかな、あっちに。いや、これやばいな。グス死ぬよな。グス死ぬんで帰ります。いやー、これ HS1 回打っちゃえばよかった。いいや。ジャスはいつか溶かせるし、キツネはなんとかしてもらわないといけないんで、グスの収益を期待しましょう。ヤクタが防御高いな。
いっぱいマンピア付け替えて、いやこれどうしよっかな。来ますよね。なんとかなってる。周囲3枚か。回復な1枚しかなさそうだけど。いや全然やれねえ、全然やれねえ。よかった危ね。工場でね強いのがいいよな。やっぱりどうなんだろう、ディーバゼンテンバーゲンミミとか、まあ、ゼンテンバーゲンイデアミミとか、まあ、可能なやつ諸説だけど、まあ、イデアも詰めるし確実に仕留めると。ナイス。間に合うかな。ナイス。テレパスある？ないか。オッケー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 。でも家が残ってるんで、あとは、あ、これ切ってるか。ナイス。オラ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 。ナイス。はい。ちょっと相手に切りやすいなかったけど。まあいいや、まあ、カウンターとね耳が肝です。大好きな耳見つめるんでだいぶいい。で、まあ、最後おまけいきたいと思います。やばい、ステージ終わった。はい、この音楽が流れてる通りあのキャラです。みんな大好きルチアーノ。環境最弱って言われてるんですけど、なかなか多かったんですよね。ピカチュウが使っててみんな真似したかもしんないんですけど、それでもなんかフリーバトルでもなんだかんだね見かけたんだよな。なんでだろうな。っていうことで使っていきます。まあカウンターを集めるっていうのはまあもちろん、まあ、それだけだと理由にならないと思うんですけど、まあ、とりあえずもうね勝てないからガンナーは全部ボス貯めちゃえばなんとかなるんじゃないかっていう。あとイエーガー環境っていうのもあるかな。みんなもうなんかキリアスは結構イエーガー積んでるんで、まあ、そこで結構良かったかな。おいしょおいしょ。あー火力高、触ってほしいな。アクアアクア、え、どういうことや。オッケーオッケーオッケー。やばい、水銃が変わってない。ナイスナイスナイス。赤触って、あ、マジか。始まりがなかなか合いません。ナイス。いや無理やな。やれるなこれ。ナイス。これやれる。ナイスナイスナイス。よかったよかった、危ねえ。であれ張ってるんで引きます。もうこれ逃げる。で追上風にできたんで勝てそう。100個来てる。いやーこれどうしよう。あれやれないな。まあ、あれは踏まなくていいや。オッケーやった。爆笑なら火力高いからいける。で応戦はもうすぐ溜まる。なんだかんだあんまり死んでない。
やばいねこれ。敵陣やばい。どうせ溜まるんで。危ね。オッケー。はっ。よーし。いいセンス、ありがとう。で、罠爆しそう。で、あとは逃げ回るだけ。ラバコンかけて味方にやってもらって、いや最高です。ルチアナ最強、いやルチアナ最強、もうルチアナしか勝たん。一番ルチアナが強かった。もういろいろ今回3つ取ったけど、一番ルチアナが強い。やばい、まあ、て感じでね。はい、まあ最初の2体は工場で組みやすいっていうのと、まあ、貫通に対して結構なんとかなるっていう、まあ普通の理由で、でルチアーノはまあイエーガー環境っていうのと、まあもう諦めてね貯めましょうというね感じで、まあ、僕らも勝てたし、結構あと金圏内だとルノチョボンところもちょっとやってたし、シノミアのところもちょっとやってたしって感じで、まあ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 上位でもちらほらルチアーノはいたんで、まあ、固定だったら、まあ、ちゃんと味方を守るっていう立ち回りができて初めてルチアーノもまだ回るんじゃないかなって思いました。まあ野良でやってもちょっと厳しいかなとは思うんで、まあ、そこら辺はね、まあ、自分の仰せの自信と相談して頑張ってください。ではさよなら。